多分自信ある人ってそんなにいないと思ってて、ただ自信ある風に見せてるだけだから多分みんなないよ。だからそんななんか自分が自信ないやっていうことにそのコンプレックスとか悩みを持つんじゃなくて、自信ないことをみんなに伝えたらいいと思うし、一人で答えを見つけるのすげえ難しいけど、なんか一人で悩んでるよりみんなの力を借りてその悩みを解決した方が簡単にワープできる。まあ我慢できないぐらい泣いた時もあったしね。でみんなが大丈夫だよって言ってくれても大丈夫じゃねえよって思うのが普通じゃないですか。でもこうやっぱプラスに考えようとみんながやっぱ考えてくれる。でそれが多分友達としての愛だったりとか親もそうかもしれないし、とにかくもっと頼った方がいいし、その漫画でも何でも失敗しない人なんていないんだから大丈夫だよっていうところが一つね僕の中では答えかなと思います。